こんにちは、トミーと春です。今絶賛くるみのリハーサル中で、ちょっと声が聞き取りにくいかもしれませんがなんとね、今日はやっとね、くるみやり人形のリハーサルがね、本格的にスタートして、そうで、オーケストラと一緒に踊ることが、はい、意外とね、カンパニー珍しいんですけど、クラシック、特にバレエ、オケと一緒にする機会がなかなか今までなかったんですね。くるみも今回が実は初めてっていう、はい、珍しいんですけど指揮者とオーケストラとダンサーたちでしっかりね、タイミングを合わせながらリハーサルもね、今してるんですけど、最近は舞台のリハーサルがすごく多くて、で、何のリハーサルをしてるかというと、まあね、今回初めてね、こうお話しするんですけど、12月6日から、1月の23日ぐらいか、はい、そのくらいね、うん、まで、オランダを拠点に、約1ヶ月半ぐらい、はい、2ヶ月弱の間、トータル42公演もうやばいほど忙しい日をね、今後控えてて、なのでそのためのリハーサルと、オーケストラと一緒に合わせながら、いろんなキャストを試しながらね、はい、リハーサルをしてます。なので僕が今この格好するのはね、奥にね多分見えてもらうと思うんですけど、はい、作られたくるみやり人形役をね、まあ今日は僕のキャストなんで演じるんですけど、マスクね、すごく見えにくくて、今動画出てるかわかんないんですけど、本当にね、マスクの中から外が見えなくて大変困るというか、もうどうしようもできないということで、あれをね、かれこれ3、4年使ってるんですけど、本当になんかくるみやり人形が全部で、16公演か、あとは全部白鳥が26公演、そうですねいやー本当に、去年はドイツの公演、ドイツにね、白鳥とくるみで、はい、まあそれが大体5公演とかだった気がする。ちょっと動画で過去の動画見ていただけると分かると思うんですけど、はい、その去年のツアーなんか拡大バージョンみたいな感じしかもオランダを、さっきも言ったようにオランダを拠点に、他にもドイツとベルギーにも足を運ぶそうで、本当にもうすごい大変なスケジュールプランをね、張り出されてて、血の気が冷めるようなでもね、幸いね、いい役をね、いくつかいただいてて、それこそ僕はこうくるみやり人形と、あとくるみだと、あとスパニッシュとコンペイトのアダジオの王子役を、はい、なんとさせていただけるということで、しかも春と、はい、初めてコンペイトを踊りますね。グランを踊るから、はい、ちょっと頑張んなきゃいけない、はい、まあ、でもまだいつ踊るとか、キャスト発表はあるんですけど、いつ踊るか決まってないので、日程まだその、まあ、そうですね、何日が誰が踊るか待っててないから、はい、まあどうなるかわからないですけどね、踊れたらいいですね。いや本当に大変で、白鳥が道家とパドトロワとスペインかな、はい、私もそうですね、私もパドトロワとマズルカ、今回マズルカを踊ります。久しぶり、はい、久しぶりです、ね、頑張ります。なんか42公演で1日2公演があったりとかで、1回公演があるみたいですね、あとすごい遠いところだと200キロぐらい離れたところまで行かなきゃいけなかったりとか、まあ今後ね、ちょっと動画作れたらなと思うんですけど、そのすごい過酷なね、様子だったりとかね、こういう経験ができてるっていうのはすごく幸せなことだと思いながらね、過ごさないとね、大変なんで、はい、ただ先にねお知らせをしとくと、まあそういうスケジュールになりますので、動画投稿がねちょっとできなくなりかなと思われます。はい、なのでちょっと
12月から1月の間は、このチャンネルは、不定期編集ができたら上げるみたいな感じで、させてもらいます、うん、YouTube ではね、多分動画はたまにしか上がらないんですけど、インスタグラムは多分おそらくほぼ毎日更新するので、その都度その都度ね、こういう街に行ったとか、ね、今日はこの踊りをしたっていう報告はね、インスタグラムの投稿でしようかなと思ってるので、はい、もしねフォローしていない方がいましたら、インスタグラムの方で、はい、見ていただけると随時ねどういう活動をしているのか見ることができますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、本当になんかスケジュール、ね、もらって動画編集できる日あるかなと思ったんですけど、さすがにこう舞台基本的に夜で毎日、そう毎日やって、でその帰宅するのが大体2時3時とかっていう風にスケジュール出てたの で次の日が朝10時出発とかっていう、ちょっとね本当にねすごいハードな、ね、スケジュールなので、まあ、バレエが本業なのでそっちの方にねちょっとしばらく集中したいと思いますので、はい、2月からしっかりね今までのような動画投稿をね、再開したいと思いますので、なのでちょっとね2ヶ月ほど不定期になります。よろしくお願いします。舞台の意気込みは、舞台の意気込みはですね、やはりいつもの劇場と違う場所で踊りますし、そのやっぱ違う緊張感があると思うんですけど、まあ、その一瞬一瞬を楽しみながら踊れたらいいなと思います。はい、はい、トミさんは？僕はですね、本当に久しぶりに舞台しっかりね立つ日がやっと来たので、うん、そうですね、それを嬉しさと忙しさをすごい幸せに感じつつ、しっかり仕事したいなと思います。はい、まあ怪我なくね最後まで乗り越えていけたらいいですね、はい、連続で40何公演をちょっと舞台に立った経験がないので、自分の体がどうなるのかがちょっと心配なんですけど、最近 も舞台ね連日で、昨日一昨日、まあ今週はずっと1日2公演ずつね練習してて、ただそれでねやっと4日目か今日、1日2公演ずつして今日4日目なんですけど、もうそれでもねもうだいぶ体にね疲労が溜まってるから、果たして40公演もしっかり持つことができるのか分かりませんが、皆さん見守っててください。はい、ちなみになんですが、今日は、まあ、くるみの練習してるんですけど、はい、明日、ジェネラルリハーサル、最終リハーサルをお客様に見てもらう日なんですね、うん、はい、なのでこう本番はお客様もちろん入りますけど、リハーサルをこう見てもらうことってここの劇場はなかなかないんで、すごく楽しみです。明日、明後日も1日2公演ずつっていう朝と夜、しかもキャストも全部バラバラで、明日は明日で朝くるみ、11時からと何時だ7時から、朝とも、朝って白鳥か、白鳥が11時からと7時からあーハードハードねえ、2日で4公演ね、今週だけで1日2公演してるのが6日続くから12公演、公演数に換算すると12公演分の、はい、そういうのを経験してるから、体はすごい強くなりますね、うん、強くなる、うん、しっかり強くなるから、うん、頑張りたいですね。頑張りましょうね。もうそろそろしたらこのくるみ割り人形の客間のシーンが終わるので、はい、それが終わったら兵隊とネズミの戦いのシーンがあるので、はい、それに向けて僕は準備したいと思います。私も準備します。ということでね、今回は本当にくるみ割り人形のリハーサル最中にねちょっと発談してみました。はい、ツアー頑張ってねって思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。はい、それではまた次の動画、次の動画、はい、次の動画いつですか？わかりません。はい、それまで皆さん体にお気をつけて。
はい、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムもやっていますのでフォローとチェックお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。